ですが、はい、皆さん大変ながらご待たせいたしました。生田義勝公式チャンネル、なんだっけ名前、あれつけたじゃん、決まってないんだよ、なんだっけ、うん、ニュースになりそうな政策ほとんど俺、大体俺、平正樹コーナーでございます。いやということで今日はですね、あの平さんに加えてですね、なんと、うん、天才の名を欲しいままにしている、ね、いやただ変人だけだよ、いや確かに変人です。いやあの私もね文化人放送局というところでご一緒させていただいて、まあ非常にいろんな、あの本当俺商売やってるからさ、一応ね財務省っていうのはこうなんだよあるんだよっていうのを聞いててね、あなるほどこれはこうなんだなっていうのは結構おいしい、立場にいるんです、うん、なるほど、ということで高橋陽一先生に来ていただきました。素晴らしい、いや素晴らしい、いやそれであれですよね、あのこの間平フォーラムといって、はい、平さんの、はい、あれはなんて言ったらいいの、まあでも政治資金パーティー、政治資金パーティーなんでね、1万円もらって水しか出ない、うん、まあでも政治資金パーティーだとそっちの方がいいよね、いやあの変全然いい、変にさなんかお酒振る舞ってどんどん、そう焼きそばなんかすぐなくなっちゃうしね、割り切って水だけでいいですよ、うん、実はあれね、まあ僕高橋先生ね2回目の登場なんですけど、あの1回目出た時は水も出ない、いや本当だよね、水も出さない政治資金パーティー、政治資金パーティーなんだからいいじゃない、うん、別にあれあそこで飯食おうというふうに行く人少ないと思うんだけどね、いやでも、もう他の政治家のねパーティー行ってもさ、うんうん、そのバッフェスタイルでぎゅうぎゅうに入れられて、そうやね、45分間つまんない話でね、うん、そこに立ってるその政治家のさ、なんかもう本心でもないような、うん、こう褒めたのをこうぐる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 回ってやって、うん、さあじゃあ食事ですったってもう何も食べるもんなくて、2万円よりは2時間じっくり制作やっとかの話を聞いて、うん、水だけって方がいいかなと思って、うん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 、いやあのね平フォーラムはね俺別におだてるわけじゃないけど本当面白いもん、うん、だからこの間なんか、まあ、高いすごい大変すごいあれ狙ってたんでしょ、いやいやあのタイミングを狙ってないですよ、もうドキドキですよ、だから総裁選でさ、だって総裁選直前でさ、でしょ、そうあんないいタイミングでめったにないと思うんだよね、あで本当にやんのかと思って、本当にやんのかと思って、うん、そうだね、だから基調講演というか最初に石破さんが話して その後高橋先生、そうですね、あの河野さんも最後で、あと河野さんも最後、すげえメンツだ、うん、石破さんと思わずさあそこでね、あの対面しちゃいましたね、いやちょっと緊張が走りましたけどね、いやなかなか石破さんも、あとほら山本裕二さんもいてね、前から知り合いで、ね、やっぱりすぐ、あとあれはね、あのほら、あたかさん、あたかさんと水野さん、そうそうそう、いやあの話は面白かった、勝人さんね、あれは面白かった、ヤフーと、うん、すごいね、うん、そういや面白いですよね、いや面白かったですよ、なるほどなと、はい、CSO かチーフストラテジーオフィサーっていうのがあるらしくて、あと GPIF の水野さん、ね、はい、そうそうそう、大体同じぐらいなんですよ年の頃が、水野さんとあたかさんって私と、ああ、同じ世代やってんの、はい、大体同じ世代、なんかさほら、はい、俺水野さん知らなかったんだけど、そうそう、なんか言ったらさ、あなたが高橋さんですかって言われてさ、私実はね多分水野さんにとって一番ね強烈なこと言ってる人なんで、あそうなんです、そうなんです、それだって俺 GPIF で別に運用しなくてもできるって言ってるから、ああ、はいはい、うん、それでなんかすごい根に持ってたじゃん、アキエはあんなのできませんよって、できるよアキエは、あれ俺マジで議論したって簡単だけど、俺のあのね、はっきり言ってね、あそこに払うお金のほぼ100分の1で同じパフォーマンス上げられるっていう言って、まあ、でもあの平フォーラムでそこでね喧嘩になってもしょうがないので、うん、まあそりゃそう言わなかったけどでも高橋優さんとでもその後対談もさせてもらって、それでまあもうまあ後でお話になるかもしれませんけど、今だからこうコロナでしょ、で需要が消失してるからやっぱり財政すごい大事で、だからそこのね新しい、そうそう、それでねすぐね財務省はね、あのなんていうかな、将来世代の負担はって言うわけ、あれ嘘なんだ、全然、だからそれはね、実はね、これ安倍さんにも言ったんだよ、それで安倍さんやってくれたんだけどね、うん、これね、政府日銀の連合軍って安倍さんはそういう言い方なんだけど、うん、簡単で、あの要は
財務省は国債出すと、それを日銀が買う、日銀が買うと財政負担がないっていうのは誰も知らないよね、日銀が買うよね。だからそれ政府はもちろん利払いする、国債持ってる人に全て利払いするの。だから今利払い費10兆円ぐらいでしょ、4兆円ぐらいは日銀に行くんだよ、なるほどね、行くんだけど、日銀は別にね、調達コストだ、調達コストって調達は実はお金でしょ、お金は無利子無利息だから、だから無利子無利息をで国債運用してるから、実は利ざや分だけは実はこれは収益になっちゃう、それで日銀は収益 の, あのものについて 100% 納付金になる、だから利払い費払うんだけど、それが納付金で全部戻ってくる。でこれはもう この単純な事実を知らないでみんなね、あれ言うわけ、なんかですぐ財政負担って、まあだから経団連のあれでしょ、会長がなんかも将来負担が大変だって言ったでしょ、あれ嘘です、あそうですか言ってました、あ嘘、だからそういうの嘘だっていうことを分からせるように言ってんだけど、なんか最近にいた人で MMT なんとかっていう人がいて、同じ私と言うことを全くパクっていう人がいるんだよ。でもさ、あれははっきり言って全然、その私なんかだからこれをどのくらいまでしたらインフレになるかって計算して言ってるから全く違う、あの MMT の人はね無制限に OK、一回話した、その話はね、その話だよね、その話を聞きたくてね、 MMT はいい加減で言うから、私なんかこういう数字を持って言うから、安倍さんはちゃんと信じて高橋さんの言うこと今まで間違ってないからと言ってやってくれてるんだよね、だからこれは仕事してたの負担もない、だからこれすごい大事で、僕は高橋由さん、まあ、結構古い付き合いなんですよ、高橋先生。郵政民営化。郵政民営化。振り返ると、だから私、だから平さんが最初に議員になった時から知ってるよ。そう、その時に郵政民営化のど真ん中にいたんですよね。俺、法案作ってね。それで、あの時になんか80何人いたんだけど、残ってないなって思って平さんぐらいしかいない。何人残ってんのよ。83人になって、8人、7人か、8人しか残ってない。私のイメージで、あの時ね、さつきちゃんもいたんだよ。でもまだいるよね。まだいます、ゆかりさんもいたんだけど、いたんだけど、さつきちゃんゆかりちゃんは落ちてますよ、落ちてるんで、そうそう、でもまた今ちょっといるじゃん、でもね、ずーっといるの太郎さんがしかイメージないんだよ、そうそうそう、さつきゆかりは落ちてる、落ちてるよね、そう、ずっと当選してる、井ノ口さんも落ちてるし、そうそう、三姉妹落ちてるんですよ、あじゃあずっと当選してるの一人、そうそうそう、だからその郵政改革系でね、いないんじゃない、一人じゃないの、おそらく、だからそれはすげえ、しかもあの野党になった時もちゃんと筋通したのは、あそうだね、私と菅さんとね、そうだよ覚えてるよ、中川修直、四人ね、四人造反した、郵政の法案を民主党が再国有化したの、でね、はっきり言ってあれむちゃくちゃで、あれ郵政民営化したって言うんだけど。本当は嘘なんだよ、郵政民営化1回したけれど、再国有化したってのは正しいんだよね、それが証拠に民営化した時に来てくれた西川全部さんいたでしょ、クビになったんだ、それでその代わりに役人がやってるから民営化はしてないんだ、あそう、ね、だからね、あれ郵政民営化ってよく言うんだけど、はっきり嘘です、郵政は民営化したけど国有化になった、 その時の法案は出たんだけど反対したのが今あの田谷さんが言った4人、中川秀直さんと、それと菅さん、それとあと小泉ジュニアと平さん、4人だけ立派、立派、それでね、その時ね、実はね、あのね、中川秀直さん、まあ、知り合いだったから電話もらって、高橋さん明日私は増案しますって言ったわけで、菅さんも同じ、あのね、電話かけて、それでね、造反します、おー、菅さんにまず大丈夫ですかって、分からんけど、でもそこではあの自分がずっとやってたから造反しますって言ってた、そうですよね、でね、中川さんにもう一回ね電話してね、大丈夫ですかって聞いたらね、結構読みがあって、小泉ジュニアも造反するから多分大丈夫だって言ってそういう計算のもとに、なるほどね、それはね、大人で読みが深いなと思ってね、さすがだね、でもその時平さん入ったの覚えてますよ、そうなんですよ、そう、だ私は退席、でも造反だよ、4人も造反で、本当は処分食らってもよかったんだけど、ジュニアは処分食らなかったから、そうそうそう、処分なかったんでしょ、あの時、いや、あの時はね、厳重注意かな、その前に僕もう1回造反してるので2回目、2回続けて造反したのは私だけしかいなくてですね、それでね、最初なんかだから2回やるとさすがに離党勧告が来るから、そうなんだよ、言われるんだよ、そうなんだ、結構本当は厳しいんだよ、厳しいんですよ、そう、で2回やってるじゃん、2回やってる、結構厳しいんだけど、だから多分2回目はジュニアでなんとなくね、なるほど、全て厳しめのは言いにくかったっていうのは、なるほど、中川秀直さんが言ってくれた、なるほど、中川秀直さん読めるんだけど読んでなかったでしょ、あ読んでない、
ね、だって菅さんも結構首相が各国してるって言ってたよ。あ、そうですか。うん、だからなかなか根性いるんですよね。1回目の時はね、河野太郎と一緒にね、造反したんですよ。あ、その時結構やっぱ罪重かった。超重いよ。造反はいけない。その時にリモリンから呼ばれたの。ね、その時は石原伸晃さんに呼ばれて、あの賛成できないならお前いつ自民党出てってもいいんだぞって言われて。言われて。で、2回目の時は大島さんが副総裁で大島さんのところ呼ばれて、それでまあ離島勧告まで来るかなと思ったら厳重注意っていう、まあ2段階ぐらい軽い処分だったから、え、厳重注意でよろしいんですかって言ったら、うるさい出てけそりゃそうだよ。だからうるさい出てけって言われたの。ジュニアがいないと結構。でもね、中川修一さんもね、よく読んで、ね、寝回ししてたみたいなんだよな。そうです。老下な政治家ですからね。ですね、まっすぐやってんの私一人ですね。本当だね。まあ、でもね、大島さんの言い方はね、すごい愛情があったよね。あの人、俺一回だけお目にかかったことあるけど、いい人だよね。そうだからね、優しいよね。うるさい出てけって言われながら、あ、なんてこのしい人だろうな、いい人なんだなって僕は思いながらですね。よくあのいる町場の工場ね、工場の親父みたいな雰囲気あるしね、あの人ね。いや、いいですよ。僕だって大島さん顔が怖いから出るなって言ったの私ですから野党時代。それ結構メディアに取り上げられたもんね。そう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 。いや、だからあれの時はね、面白かったですよ。あのね、谷垣さんとね、谷垣総裁、大島さん幹事長だったかな、それでやっぱりなかなかね、民主党が下手を打っても自民党の支持率が上がらない。で、谷垣さんが悩んじゃってね、各期数ごとにあの期別懇談会をやるって。それで1期生はほら新十郎入れて4人しかいない、2期生も8人ぐらいしかいないから、1期生2期生全部呼ばれたんですよ、十何人。それで谷垣さんいて、大島さんがいて、なぜ自民党これから反転攻勢しなきゃいけない、何が足りないんだと、忌憚のない意見を聞かせてくれって言って、はいはいはいって言って、そこで言ったろ。そうで、一番前に座ってて、はいって言って、じゃあ平さんって言うから、いやね、大島さん変えた方がいいって言ったら、あの出るのをね、だから向こうは細野豪志とか、ああいうね、まあ、イケメン系でいい感じのやつ出してて、小沢一郎さん出てこないよねと。それで大島さんはあの怖い顔で、しかもやっぱ演技がかってると、ね、怒ってみせたり笑ってみせたりと、その何々してみせるっていうのが誠実さのかけらもないって言った、ね、そこまでいった。そうだから野党に求められるのは誠心さ、清く新しいイメージが求められてるんだから、あのやっぱりその候補は若い人にした方がいいって言った。大島さんは結構落ち込んじゃってさ、かわいそう愛情を持った人は。いやでも次の日謝りましたよ、本当に。昨日失礼しました。そしたら大島さんがね、次の日会ってパーティーで会って、もう本当幹事長昨日言い過ぎました失礼しましたって言ったら、いやいや、あんたのおかげで結構人気出ちゃってさみんな慰めの電話とかくれるんだよとか言ってね。だから本当にね、いや立派な人、大島さん。そうだね、あの人は青森の人、青森の人だね、はい、いい人だよ本当に、まあ、そういうことで古い付き合い、すごい、そうですね、古い付き合いなんです。でもこの話で2時間持つね。だからでもね、あの民営化ってね、多分ね、菅さんの原点になってると思うよ。そうですね、だからね、なるほど。だってね、あの時にね、菅さんってね、あの総務副大臣だったんだよ、はいはい、それでその後総務大臣になったんだけど、それでひっくり返されちゃったから自分の責任だっていうふうな感じの人。でも私から思うとね、別にそのくらいしちゃいけないけどね、すごいこの人ね、生真面目だなと思ったよ。そんなに、まあ、もしそのね、総務副大臣の時も総務大臣ですっげえ一生懸命やったのは事実だけど、このね、郵政民営化についてね、もういろんなのやってくれるんだよ。で、私その時総務省にいて、あの総務副大臣の時には総務大臣補佐官だったんでね、それで菅さんが総務大臣の時に私は官邸参事官だった。で、官邸参事官だから年中その安倍さんとその菅さんの話っていうのは行ってやるって、そんな感じだね。ほとんど毎日やってる。この人真面目な人で仕事。だって菅さん今でも電話かかってくるでしょ、総理になってからね。いやだからブレーンですよね。ブレーンだよ、ね、ブレーンっていうのはよく知らないけど、私はそんなね意識もなくて、まあ大体あの電話かかってくる人は答えるっていうタイプなんだけど、あのいろいろとね、あのなんかやっぱりなんか一緒に仕事してるとそういう感じになるんじゃないの。
すごくね、あの民営化とかね、規制改革についてね、思い入れがあると思うんだよ。だって造反する必要な人だから、少ないんだよ。そこはね、筋金入りなんですよ。造反するっていうのはね、正直言ってね、少ない。そうだよね。処分食らっちゃうじゃない。もうあんまり大きなこと言えないけど、安倍さんだって、もういい、なんていうの、もう賛成しちゃうって言ったんだもん。あの時は。そうですよね。もういいよって、こんなのと。もうしょうがないよ。もういいよ、こんなの。しょうがないよって。だから、造反する人ほとんどいないですよね、今。だってあの時に4人でしょ。だってほとんどみんな他の人は郵政を賛成したんだよ、あの法案を。それでそれがすんごいひっくり返ったのに、三田賛成したよ。あの民主党の。そうなんですよ。だから あれでね、筋金入りは分かって、それで中川さんはね、はっきり言うとね、小泉さんとの付き合いとの関係、ああなるほどね、もうどうしようもないと。それはもう今までやってきちゃったから、うん、それでジュニアはね、お父さんがやるから、うん、全くその通り。なるほどね、なるほど。だから筋金入りは平田さんと菅さんだけだったと私は思って。いや、大変光栄ですね、総理と横並びで。素晴らしいな。ある意味でそうだと思うんだよ。他の二人は説明できるんだよ。説明できる。まあしょうがないだろう、立場上ね。でもね、菅さんと平田さんは同じような気持ちだったと。本当に造反したよ。本当に造反したって感じで、さらに言えばね、僕はそれ野党時代造反2回やったけど、実は安倍さんが絶頂の第一次安倍政権でも副党反対ってやった。やってた。筋が通らないところ。そうだよね。だからこれは筋が通らないから。政治ではね。そう、副党するんだったら政策にコミットするか、まあまあその政策コミットして連立でやるか、次の選挙を経てからでやるべきだって言ったっけ。でその時に刺客候補っていっぱいいたわけ。さつきさん、ゆかりさん、はい、僕は刺客でも何でもないわけ、で刺客候補は大騒ぎするよ。だって自分が出たとこにもともとの自分とは出てくるから、ね、大変で。私全然刺客でも何でもないのに、そのど真ん中で反対だって筋が通らないってやってたの私なんです。あれだけど正論だったよな。いや筋通る。だからそれで随分平沼武雄さんにさ、睨まれちゃった。ああそうか、平沼さんがそうだって入ってきたんだ。そうだ。それで私は、まあ、平沼さんとそれなりにお付き合いあったんだけど、まあでも付き合いがあるのとさ、筋が通るか通らないかって別の話だからさ、いやだからそれは筋通らない、ダメだ。あ、そうだ、JC の時に呼んだんじゃなかったっけ。そうだよ、だから僕は平沼さんはよく知ってるんですよ、平沼さん。そうだよね。そうそう。でもそれを見て平の野郎っつってだいぶご立腹だったっていうお話は伺ってますけど、だけど正論だけど。まあでもよくそう、今高橋さんと話して思い出したけど、すぐ最初の頃でしょ。よく生き残ってますよね。最初の頃だよね。だからよく生き残ってるって珍しい人だよ。そうだね。いや、それでましてや今石破派だからね。そうなんだよ。だからあのさ、今石破派だから、ちょっと政局をねえあれすれば今ほど大臣でねえことだったんだけど、まあでもこれはね、戦いで戦だから今回一回休みにしょうがない。もうこれはね、はっきり言うとしょうがない。あの政治の約束、これは一回まだまだそうそうお約束で、これしょうがない。まあしょうがない。まあだからね、なんでしょうね、こう非主流派体質っていうんですかね、青年会議所でも私東京青年会議所理事長やってるのに、日本青年会議所で非主流派だったし、まあ今も非主流派だし、でもね、もったいないから、まあでも非主流派もいつかは変わって、いやだけど、あれだよね、昔から逆張りする人だよ。逆張りなんですよ。逆張り人生なんですよ。全部逆張りだと思う。いやだから人生一回ぐらい当たってね。いやまあでもね、先生ね、うちの両親がね、まあもともと神田市場で商売やっててね、それでその神田明神が氏神様なんですよ。それで平将門公にあやかってね、平将明って名前をつけたあたりから、もう主流派にはなれないっていう。もう私ね、それはね、分かんないと思うね。だってね、私菅さん見ても基本的にそんなにずっと主流でないよね。あ、そうですよね。はっきり言えば。それで今回だって全然関係ないんだけど、運みたいなってワンチャンス欲しいって、そういう感じあるんだよ。いや、本当。多分ね、菅さんなんて3ヶ月前は自分が総理大臣になるなんて考えてなかったと思うよ。まあ、いやだからね、僕は菅さんすごい周到に用意したけど、用意したからってなれるもんじゃなくて、その大きなうねりをつかむべく用意はしてたけど、いや本当にやっぱり最後タイミングじゃん。タイミングですね。最初に安倍首相を言うってさ、
あれ絶対タイミングだよ。あと他の人がちょこっと言ったら岸田さんって言う可能性あったんだよ。そうだね、それ先にポッて言っちゃったからもう岸田さんも身動き取れなくなっちゃった。あれタイミングだと思うよ。あのタイミングでもうワンチャンスいただきだよね。電光石火。もう全部でもまあ今ね冷や飯組がどうのこうのって書かれてるけど、あの石破ってさ先生さ、うん、メンバーいいんだよね結構ね。そうだよ。だからなんか人生の、まあ、うちの平正樹を含めてね。含めてなんかね私ずらずらって見てもね、鴨下さんも昔から知ってる。鴨下さんの、はい、お医者さんでいい人でしょ。はい、うん。それとあとほらまず法務大臣やった山下さん、はい、山下さんなんか若い時すごく、ね、この間来ててね、山下さん優秀でしょ、うん、それとあと伊藤達也なんかも優秀で、ね、伊藤達也さん、そう、うん、それと斉藤健なんかも優秀じゃん。斉藤健なんかも知り合いだからさ、もうなんか優秀なのゴロ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 言うじゃん。あと赤澤亮生なんかもね、なかなか呼び声は高いだからね。要するに実力ある人がああいう派に行くのかなって実は思う。入っていやだからはっきり言うと力がなかったらあんまりいい、まあ、ね、やらば大衆になるじゃん、まあ、だから我々素人から見てると派閥に入って、まあ、よらば大衆のおかげで何か役職もらおうとかっていうイメージだよね。でもあそこに行ったらよらば大衆じゃないんだけど、うん、みんな一騎当選の実力者っていう感じだから、てめえで行かなきゃいけないっていう。だからもうね、親分がいなくなったらすっげえ集団になるのかなと思って。まあ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 。まああれでしょう、世代交代の波でね、そういうこれからは。いや先生、母性本能とか言ってたじゃない。いやだから母性本能で集まっちゃった。母性本能もあるかもしれないけど、力がなかったらちょっとね、与那覇大衆で行っちゃうんじゃないか。そう。自分が力があって母性本能のある人がいるって言ってる。そんな感じは私にはするけどさ、ね、力があって。うんなんか石破を褒めてるような褒めてないようななんかわけのわかんないやろ。いや一騎当選の人が多くて、でも確かにそうです。審判の能力はすごいあると思うよ。うん、だってみんなそれぞれすごい感じやん。だからあれでしょ、石破からだったら田村のりひささんが今回構成の、まあ、あの方は菅さんと知り合いで、うん、推薦に入んなかった段階で私はああっていうちょっとそういうふうな入閣っていうふうにだって菅さんと田村さんってすごいあれだもん。同期ですか。それ同期、共生同期だ。それよく電話してたもん。それでじゃあ入閣させるからお前推薦に外すしとけみたいな話わかんないけどね。だいぶわかんないけど、外形的には私田村さんが推薦にないときにあれと思ったよ。なるほどね、うんうん、これは政治のね、あれだよ、わ、はいはい、かんないよ、はいはい、そんな場に居合わせてないからね、はっきり言うと二人の話なんてわかんないけどね。まあということで、冷や飯と言われてた平正明なんですけれども、実は本日総務会で決まりまして、はい、内閣第二部会長と、そうです。いうまあ俺はまあ知ってるけど、これ前のポストだよね。うん、これね副大臣やる前にも、ね、やってたんですよ。うん、それでね、まあ、うん、出てますこれ。出てますか。これ、うん、結局これ見てもらうと分かるんですが。うん、まあ、平井さんのとこ全部ね、うん、それで今回はデジタル IT に加えてマイナンバーは総務省が持ってたのをこっちに来て、うん、これちょっといい、これ、自民党のこれ部会になる。そうです、政府調査会っていう自民党のいわゆる政策の、うん、例えば分かりやすいのは農林水産省だったら農林水産部会、まあ、水産は分かれてるけど、はいはいはい、厚労省だったら厚労部会ってあるでしょ、うんうん、で内閣はすごい所管が広いので、うんうん、2つに分かれてるんですよ、第1と第2と、はいはいはい、で第2の方で、うん、まあ担当がまあこんだけあると。だから平井さんとこうデジタル IT とあとマイナンバーが総務省から来て個人情報保護、うん、もう他の大臣がやってたのを平井さんとこう寄せて、うん、それに合わせてまあ井上真嗣さんですよね、まあ、万博だけど、はい、まあ、僕がやってるクールジャパン、知財、科学技術、イノベーション、宇宙なんかはまあ、ここに入ってて、あと西村康稔さんの経済再生 TPP、 全世代型社会保障、コロナ公益で、あと梶山さん、まあ、梶山さんは、経産大臣だから、こう匿名のとこだけね、原子力の損害賠償とかうんぬんでしょ、あとロシア経済分野で、あと小泉進次郎さんの原子力防災と、あと麻生さんのところの金融デフレ脱却もうちなので、だから経済財政が入って経済再生が入って金融が入ってデフレ脱却が入ってるんで全部じゃん。まあ何でも口出せるっていう。
だまさにこうデフレ脱却なんか高橋洋一さんのね、まさに金融とかね、まあ、こういうとこも、まあ、一応ですね、あの私の担当、まあ、それとは別に調査会っていうのがあるので、うん、まあ、調査会と一緒に、まあ、上程は結構私がするんですよね、うん、政務調査会での上程、総務会での上程で、それが通って通らないと法律一本も通らないんです、うん、我々与党の審査が通らないと。あ、なるほど。だから内閣部会でいろいろ議論して、うん、私が仕切って議論します、うんうん、で内閣第二部会でじゃあこれ承認ってした瞬間に、うん、今度私の全責任で、うん、党内の手続きを通してるわけ、うん、だからそれまでは役所に対してああだこうだって言いますよ、うん、でもそれで承認ってなったら今度私が今度政務調査会でやる、政務調査会でプレゼンして質問に全部答えて、総務会に行っていろんな人からまあいろいろ、でね、もうなんだ平クラウドってなんだ意味わかんねえよとかいろいろボロクソ言われながら、あの一応説明して、で通すとようやくあの各 法案になってくる。なるほどね。っていうことですよね。だからまあそういう意味では前回まで、まあ、全然お呼びかかんないんだよねって言ってて、うん、もう晴れの日は畑を耕し雨の日は読書をするという日々を送ってましたが、うん、まあ、内閣第二部会長と合わせてあのデジタルはですね、うん、あのデジタル社会推進本部みたいのができて、うん、まあ、そこは甘利さんが前も言ってましたよね、甘利さんが座長で、うん、かなり幅広にやるんですけど、そこの甘利さんの下でナンバー2で、おー、本当、そうデジタルの方もやることになります。それはデジ庁ですか？デジタル庁と関係ですね。出すんでしょ？出します。いっぱい、うん、いっぱい出ます。うん、だから IT 基本法も改正だし、20年前作った。あとデジタル庁のやつだから、なんだろう、省庁の設置法案ですかね、うん、デジタル庁は省庁設置法案ですね。そうですね。それとあと個人情報、あでも出す、ね、方法の改正もあるし、うん、多分5つ6つ束ねてやるんじゃないかって言われてですね。私ね、昔ね、はい、役人だったけど、ほら理系でしょ、はい、だからね、20年前のあの話よく知ってるんですよ。 あの頃竹中さんが IT やってて、はい、 そうですね、それでね、あの実は全全ての行政手続きをオンライン化って言ったはずなんですよ。20年前に言ったの、20年前に言ったはずなのに、すごいね、全然今ね、ほとんどオンライン化できてない。そうなんです、ね、私ね、できてないから今こんなこと言ってんだ。それでね、あのね、実はね、その時財務省だったんだけど、うん、まあ、内閣府に出向してたんだけど、財務省だったから、うん、ね、財務省でやつね、こんなデジタル化のオンライン化なんてみんな分かんないのね。なるほどね。それでね、若い時に1個ね、うんうん、やった仕事は、20年前ね、うん、実はね、e-tax なんですよ。おー、e-tax。あれやられた。最初に、あの最初に。すごいね。普通財務省一番最後に来そうだけどね、うん、一番最初やったのね。簡単でね、それでみんな分かんないんだけど、あのそのでもね、お金を先に集めるやつだから、先にやる。お金を配るのは後にしたみたい。なるほど。給付とかはね、後にしたね。給付は後にしたよ。集めるお酒ね、本当にね、私もね、いいように使われてね。何も財務省だね。そうでしょ、ね、じゃあ財務省で、なんでこんなに熱心で私をね、あのね、合わせるのかと思ったので、お金集めるからだって言った後から分かったんだけど、それで給付の方はね、全然しなくて、あれね、実はハンコないのよ。うん、最初から私の設計でハンコなしで全部やって、実はね、あれね、マジ言っちゃうとね、あのシステムね、実は考えた時にこれでお金配るのも一緒にできると思ったよ。そうですよね、そうですよね。なんでお金を配る時にあれ使わねえのかと、私今でも不思議でしょうがないんだけどさ。おっしゃる通りですよね。いや、使えちゃうんだ、あれね、簡単にできちゃう。それでね、今度ね、お金とやり取りだけをね、一緒にやらせるとね、すんげえ簡単なの、いろんな話で。はっきり言うと歳入帳を作ったのと同じぐらいになるわけだってさ、全部デジタルで番号で行った先全部わかるでしょ、うん、だからあのすごくあと簡単で脱税も結構それであの、うん、できるんだけど、だからデジタル庁はね、実は歳入庁になるんだよね。それで企業等のリンクすると一括でできるし、そうするとね、今までね、あの給付の時にこいつ税金払ってるのすぐわかるんだよ。そうするとね、変なね、不正なんとかってすっごい減るよ。今までね、あのね、お金もらう時だけ適当にごまかしてやる時はついてるけど、はい、でも税務情報を持ってたのに、こいつ本当に苦しいのかどうかすぐ分かるじゃん。分かる。確かに。本当そのくらいしてやった方がいいんやよ。あの私はね、まあ、そのデジタル庁を作るって話の中で、うん、その高橋さんがやった時と今逆バージョンで給付の話ばっかりしてるわけ。うん、
ね、でだから、ね、いや給付もそうだけど歳入の、ね、取る方も一体化してやるべきで極端に言うと、ね、今の、ね、e-tax、ね、ちょっと書き直すと給付できるんだ、あ、そうですか、じゃあそっちでやった方がいいですよね。それで全部同じやり方で、うんうん、各省庁も全然バタバタじゃなくて同じソフトでできちゃう。あ、じゃあ e-tax で、ね、e-tax の逆帳やって、ね、それにちょっと改良すると全部できちゃう。これが一番簡単 なそうするとね、各省庁やってるんじゃなくて縦割りとかクソも何にもない、全部同じソフトで、ソフトを使えている。いやでもそれいい話で、やっぱりね、そのデジタル庁とかね、その政府全体デジガバにしようとすると、うん、高橋さんがやってた時はそうかもしれないけど、今のイメージだとなんか財務省が一番なんか後ろ向きな感じの印象があるから、うん、本当はね、うん、あ、キャッツは分かってる、ああ、だからお金等の先に私に作らせるわけだよ、ね、それでね私なんかね、その後ね郵政民営化やったからね、うん、よく私個人的には、うん、あのね、本当言うとここで国税庁がやってたから、うん、国税庁長官のアドバイザーだったから、うん、すごい細かくやってるんで、うん、それなのにお金出す方も同じでできるなんて正直思ってたよ、うん、でこれを逆転に使ってね、うん、それソフトだけの管理を省庁に、他省庁にやらせればいいって、ソフトは全部同じにできると思ってたよ。なるほどあれハンコ全く使わなくて全部できるんだ。だから例えばそういう仕組みでやればね、うん、その10万円給付だって簡単だよ。簡単だし、あと持続化補助金で今不正がすごいじゃない。いやすごいらしいよ。あれね、あの企業の方で、あの税務情報なんかをちょっとね、うん、使ってねやるとね、すんごくね変なの見っけの簡単なの。そうですよね。脱税なんかも結構簡単に見つかるんだけどね、うん、こういうのってねちょっとの話よ。いや でも財務省からそういう提案を聞いたことがないよね。だからせこいからでしょ。それでもお金集めるないように、お金集めるね、お金集める時だけよね、うん、国税庁長官から私電話もらってね、うん、こういうの難しいんで高橋頼むよだ、あそうですか、うん、いやだ僕ね、ちょうど平井さんが大臣だったでしょ、うん、菅さんが平井さん指名してデジタル庁を作るんだって、うん、まあ、報道されたじゃないですか、うん、それで実際に平井大臣がなってから、うん、私の副大臣退任までタイムラグがあったから、はいはいはい、平井さんが来る数時間前まで副大臣としていたんですよ、うんうん、役所に、はい、でその時にその、まあ、IT、 あの内閣官房の IT 戦略室から、まあ、平井さんにこういうプレゼンをしようと思うって言って、うん、いくつかのパーツを見せられたんだけど、うん、これ歳入抜けてるよなと、あの給付ばっかりで、だから歳入、ね、だからまあ、デジタル庁でいいけどデジタル歳入庁っていうその給付と取る方と両方をねやらないとダメだよって言ったんですよ。そうすると一番簡単な、でもそれ良かった高橋さん今日の話聞いて、だってさ、その私さ e-tax のシステムを作ってる時に思ってたの、 あと やんなかったから不思議に思ってる感じなの正直言うと。それでね1個にするとすごくコピーだから、あのお金のやり取りだけ逆にするだけなんだよ、あのすごく雑で本人確認は、ね、全部ね e-tax でできちゃうんだよ。ね、それ税金の還付とかねあれば口座も分かってるからね。そうそうそう全部分かってるね。口座はわざわざさ、うん、銀行口座のリンクはあの、うん、私作った時より後でもうちょっと変えてるんだけどね、うん、基本は実はね還付口座くっついてるんだあれ、うん、だからねあれであのね取るとこだけを一生懸命やるなっていう世界なんだよ。それはね財務省は取るとこだけ一生懸命やってるんだと思うよ。今のあの e-tax のあれでできちゃうのそれは。基本はできるの。だってさ、ちょっと取ってんだからさ、出すだけだよ。逆にするだけなんだよ。だからプログラムをちょっと書き換えればいいってところなんでしょ。まあちょっとって言うとやってる人怒っちゃうけど、うん、私の頭の中ではちょっとなんだ。だからあとはね、そう、うん、その e-tax やってる人しかカバーできてないっていう、うん、そこだけ。そうそう、あとはこの商品を広げるんだよ。日本立てでいいわけよ。うん、それとね、さらに言うと、まあ、毎回言っていくも、そうやって給付の仕組みまでちゃんとビルトにすれば、うん、ね、軽減税率は何だって複雑にする必要は全くなくて、困ってる人だけ給付する。で今はね、e-tax の、ね、申告確か5割以上だと思う。あ、そうです。じゃあだいぶカバーする。だから感じ当たりも e-tax だ。だってさ、あれね、あれね、2004年ぐらい、3年か、うん、私すんごい早く作ったんだよね。3年か4年ぐらいからやってるから歴史が古いの。いやでもねそれね、うん、面白い e-tax の逆バージョンで逆バージョンでしょ。言ってみ、総合パッケージで。でもね、もういいじゃん、言ったら言ってみだよ本当に。それでねなんて答えるかで、ね、いやいろんなこと答えると思うよ。ぐちぐちと、まあ、あのデジタル社会推進本部の私一応ナンバー2なので、うん、だからこれからね、だからこれ年内にビジョンを作るわけですよ、うん、デジタル庁 の、うん、あの機能と役割、はいはい、あとビジョンもう年内作って、で法律は来年出てくるんで、
そこにだから僕はその言ってる歳入のところをかけてんじゃないのとかいろいろ今アドバイスをしてるんだけど、党で議論するから、まあ、それいいですね、うん、で財務省呼んで言ってね、それでですよ、あの、うん、本当に私から思うと結構簡単なプログラムでできて、それでね、これ歴史が古いから実はね、今までね、このね、システムミスってほとんどないんですよ。要するにイタックスはだから ないよ、あれミスったら大騒ぎになるから、取る時に余計取っちゃったとかなんてないんだよ。だからあの、要するにだからこれは歴史が古くて結構安全なシステム、セキュアなんだ、もう。そうそう、実績があってね、実績があるから、だからみんな不安だって言うんだけど、これ多分ね、役所の中で一番古いんだよ。それは一番古くやらされたからなんだけど、たまたま。でそうするとね、歴史が古いってことは、うん、実は結構安全なんだよ。そうだね、ミスが証明されてるんだもん、ね、うん、いやでもこれまたね、いいタイミングでね、高橋さんとこの番組やらせてもらいましたよ。素晴らしい、素晴らしい、ちょうどいいタイミングで。いやでもそりゃそうだよね、でしょ。だからさ、みんなさ、新しいのが不安だっていうのはほとんどじゃない。でもさ、イタックスってさ、すっげえ昔からやらされてて、やってたから、で俺なんかね、だから自分でやったから、イタックスの1号からやってんだよ、初年度からずっとやってんの。なるほど。だからもうこれさ、財務省がそこに反論をしてくるとしたら、どういったことが想定されますか。あれね、あのキャツラはね、キャツラは、はっきり言ってプログラム分かんない。分かってない。あの、分かんないよ、私に頼んでいろいろ頼やらされた、うん、あのプログラムできる人じゃないとできないから、うん、こちらはボービスの民間でプログラムバリバリにできる人を相手あれ持ってくると、なるほど、あの会話ができなくなって、キャツラもキャツラもちょっと何て言ってか分かんなくなる。まあ実際各省にその技術者はいないので、いないんですよ。だからいないから、その、まあ、今度の投資みたいなことが起きると大変だから、だから責任も取りたくないから、リスクごと丸投げしてるわけですよ、業者に、まあね、IT ベンダー。あー、なるほど、なるほど。だからそうすると、はい、その IT ベンダーの方からすると、うん、もう言いなりだから、まあね、だから囲い込まれちゃうんですよ。でもある程度いないとね、実は郵政の民営化の時の郵政のシステムなんでしょ、あれ私が担当した。そうですか。そう、だからあの時に、だってあれじゃない、郵政の時に、あれね、ほら、なんかすぐできないっていうので、システムの開発に4年ぐらいかかるって、あの、生田さん言ってたんで。生田さん、俺じゃないのは分かってる。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。その時の郵政の人ね、言ってたんだよ。ほいでね、小泉さん分かんないと。何だよ、何ていうかさっぱり分かんないけど。こういう分かんないのだと、高橋さん頼めよって言われて、私は全部のプログラムをチェックして、郵政の。本当にそうだよ。俺はそういうの得意なんだ。そのプログラム、俺そういうの。プログラムって、あの、文章のようなんだよ。あの、コボル、フォートラン。小田が言ったよ、さっき言うやつでしょ。コンピューター言語ほとんど分かるから。あ、そうなの？ほとんどマルチリンガルの人なんだよ。マルチリンガルの人なんだ。え、コンピューター言語のマルチリンガルなの？マルチリンガル。すげえ。あ、すげえ。これで一人で一体あの向こうのシステムベンダーで、あの向こうの SE ね、一体80で買いました。だからこう片っ端からこういうのやって、こう、たくさん買いましちゃって。本当。それでね、あのね、結果的にはね、あの郵政のね、システムの、あのプログラムっていうのはもう数ヶ月でできちゃった。自分でやっちゃったから。これでね、これで間違ったら私もクビなんだよ。間違ってない、今までシステムダウンないんだよ。それはそのくらいできる。すごい。だからこれプログラムって言語だから、いやいや、知ってる人と知らない人はもうすごい差がある。知ってる人から見ればそれ別に何カ国語だって一緒なんだよ、これ。あの、言語としては似てるから、まあほとんど。それなのに、いつ勉強したの、コボル。大学の時だよ。大学の数学科だったから、機械語を知ってるんだよ。一番の高級言語ってなってね、フォートランとかなんでしょ、その下の機械語を知ってるから。あ、基本が分かってる。そうそう、基本が分かってから、みんな方言にしか見えない。方言なんだ。だからこの方言はこうだと、そのくらいの話しか思う。え、今プログラム作る言語っていうのは何ですか。たくさんあるよ。あ、たくさんある。山ほどあって、だから C もあるし、うん、あの、なんだっけな、ベーシックもそうだし、あとコボル、あれ、フォートランもたくさんあるよ。デルファイっていうのもあって、俺ベーシックはちょっと分かんない、うん、だからたくさんあるんで、みんなもう方言みたいなもんだ、うん、方言みたいなもんなんだ、うん、あ、だからほら、ここに書かれてるよ、生田さんはコボル・フォートランの時代かって。そうそうそう、古い人なの。いや、だからでも言語だから、時代とともに変わるからしょうがない。だからそれはちょっとずつ変わるんだよ、みんな。でもね、あの、言語はできるかできないかの問題だから。
なるほどね、1個ができると方言みたいだからある程度できるな。え、そんなのご存知でしたか先生は。知りません。そうだよね。でもだからそういうのの専門家を持ってきて喋るともう役人なんか全然喋れないよ。いやでもそれはいい話聞いたな今日は、うん、だからね、うん、超専門家を連れてくると、うん、あの多言語のねマルチの分かる人、私はもう年取ってから結構苦しいんだよ、うん、新しい言語は、うん、だからこういうので若い人しかできないんだけど、やっぱり30代の中ぐらいだとバリバリでもう多言語できる人いるから、まあ、でも本来はねデジタルガバメントって言ったらさ、うん、やっぱり本丸の財務省がさ先頭切ってやってほしいよね。あそこも無理だから、まあ、だからあれでブイブイやってね、あの分かんない人ばっかりだから、だからみんなねシステムっていうとね何点かな言い逃れできると思ってるわけ。正直言ってシステムなんて言い逃れできない分野よ。逆にね、うん、だって分かるの、分かってる人こうやってこれバカシステムってすぐ分かるし、ああ、うん、そうだからあの優先の時もシステムでできないって言うんで嘘って言って嘘こういうふうに作ればいい嘘って言ってこういうふうに作ればいい。いやでも全部示してあげた。よくね言い訳で使われるじゃない。だから今回の自民党の総裁選だってその党員の確認で2ヶ月かかるとか、そういうことは本当にどうか分かんないんだよ、ね、だから結局そういうのはよく政治世界であるんだけど、まあでもそれは確かにその通りで、うん、いやいやよく聞いた方がいいよ。分かりました。あのね、すぐ ね、できる、すぐね簡単にできるのもあるし、こういうのってね、私のは e-tax やったんだけど e-tax は比較的本人認証は全部終わってるから、あとの資金の入りを逆にするだけだから結構簡単なんだ。理屈はもうよく分かります。すんごい、うん、それはもちろんね現場はちょっと大変なんだよ、うん、大変なんだけど新たに作るよりかは全部簡単にできちゃうね。それで1個のシステムをいろんな省庁あと地方自治体も全部使うの、うん、そうすると1個のシステムで使うと省庁の縦割りって全然意識が湧くの、うん、だからみんな同じようにできちゃうから、うん、だってこんなもんはね申請書を書いてお金を入れるだけでしょ、うん、それはだからさ、まあね、税務申告でお金を払うと大差ないって。これは全くその通りだ、うん、そうだね。だって取るのと出すので一緒だ。そうそう、だからね、逆にするだけだ。そうそうそう、出すの妙にね渋ってると私には思えんだよね。なるほどね。出したくない。だから10万円配るなんて政策なんかそもそもなかったから、だから大騒ぎになっちゃう。でもあれ、まあ、マジ言うとあれ安倍、うん、あのなんか麻生政権の時一回作ったんだけど、うん、私ね今から思うとねもっと簡単にできるんだよ、うん、あれはね10万円配るのは、うん、要するに地方公共団体からあの書類出させて戦争させてそれをまたやるってパターンでしょ、うん、すごい時間かかるんだけど、うん、あの今ように考えんだったら政府小切手のが一番簡単だよ。政府小切手は、まあ、要するに政府小切手は、ね、あの本人じゃないけどだいぶないから本人確認は全部金融機関になるから、ね、ああそうか、うん、だから小切手サインするときに本人認証出してサインする、ね、それは銀行がやってくれるから、うん、ああじゃああれですね、マスク配らないで小切手配れば、ね、そう、私言ったのあの、マスクの間に小切手を入れてください。あ、マスクの間に小切手、小切手、そうするとねマスクありがとうって小切手ありがとうってなるじゃんマスクとマスクの間に小切手、小切手さらっと仕組み、うなぎみたいなもんです。いやさらっと仕組みてね。それで本人はしかできないから、うん、これでただ郵政のあのシステム使うんじゃなくて、ちょっとあのなんか選挙人名簿をちょっと使うわけ。なるほどね。でそれでマスクの間に入ったらもうみんなもう嬉しいじゃん。それですぐね財務省はこれでね。間違って配ったわって大丈夫あのサインって分かるから、ね、金融機関にきちんと指導仕事を心配なんだ。こういうのは簡単にできる。いやだからそう財務省的にはね、うん、多分その申請をかましたいんだよね、うん、減るから。そうそう、一律配ると全部に配らなきゃいけないけど、申請だとそこでなるほどこぼれるから。そうかでもあれは急いでだから本当は小切手で先行小切手で、ね、サインした銀行でくれるっていうのが正解だよ。それで郵政で各世帯配れます。やっぱり出したくないんだ財務省。いやいや少しでもね、うん、だからあのなんかねいろんなのか、だってそもそもさお金取る方は簡単にやってね、うん、お金出す方は複雑にして犯行時おかしいじゃん私も理解不能なんだよ、そこの段階で。でお金配るのにすごい時間がかかりますってずっと言ってた。そうだ、そういうシステムしたらかかるよ、うん、当たり前じゃん。犯行してどうのこうのとか申請を前提するからそうなるよね。で、あと確認とかね、出るから、うん、確認とかな。でも足りない分だけ補うだけの話だもんね、この政策、うん、だからまあちょっと考えようでね、うん、ぜひね、あれですよ。なるほど、いやいや、ね、それはもう全くそうです。システムを逆調に使ったら安心ね、うん、セキュリティの問題とかね、うん、でも逆に言うとそういうふうなやり方をするとセキュリティが危ないって言いにくくなるんで、そして今の e システムは e タックス危ないのかって言われちゃう。絶対言わないよ、絶対言わないね、うん、そうだね。
E-Tax は大丈夫ですって言ってたから、これいいネタつかんだね。いやいや、これ非常に良かったですよ。おー、素晴らしい素晴らしい。もうデジタルだもんね。そうそうそう、いやいや、それとね、もう一つ、せっかく高橋先生いらっしゃるんで、この間の平フォーラムの話じゃないけど、はい、今こう財政をね、はい、うん、まあ、そのコロナで消費とか需要が喪失していく中で、うん、それはその財務省的なね、うん、もうなんていうの、将来の消費税増税とかもう全くナンセンスだなともう思います。で、で一方でね、さっき高橋さんが言った MMT っていうね、はいはい、いう話がやっぱりこうまことしやかにガーッときてて、でこれがなんかよくよく見ると、僕も高橋さんとよく話するから、高橋さんの言ってることと MMT は違うなって思うんだけど、うん、はいはいはい、なんか MMT の人はいかにもなんか高橋さんがご本尊みたいな形で出てんだけど、最初にね、MMT の人は何て言ったかっていうとね、MMT を使って1000兆円大丈夫ですって言ったの、うんうん、でも私なんかすごい1000兆円で本当にこのやり方でやったら、インフレ率今回になると計算してあげちゃうんだよね、うん、でそれはもうインフレ率っていうのはもうなんていうかな、5% や 10% やったらもうね、うん、それじゃもっと高くない、ね、1000兆円大丈夫ですって話ですか、うん、5000兆円大丈夫って言ったの。そしたら5000兆円ないだろって言ったら1000兆円直したんだけど、それでもそこでまずいかがしいじゃない。もうそこでまだなんて適当に言ってるけど、誰が言ってんですか、5000兆円とか1000兆円とか。MMT のね、日本人のやつで、中野かな、中野って5000兆円って言っちゃったんだよ ね、全然も適当に言ってんだよ。それが1000兆円にまかったんだ、誰かがかったんだ、本当は1000兆円ですとか言ってんだけど、もうそっからもうおかしいじゃん、私なんかちゃんと言ってるのは、まあ100兆ぐらいは大丈夫ですって言って、これはね、いろいろ計算して、いろんなコロナによって需要が落っこちるやつとか、そういうのを計算しながら100兆ぐらいは大丈夫ですって言い方、なるほどね、でそれは安倍さんも多分今まで私を外してないから、それで60兆使ったって言ってたから、だから菅さんあと40兆使う、このくらい菅さんもまあ分かってます、このくらいは大丈夫。それでね、200までいけるかどうかって言われるとね、これはね、走りながらちょっとこれね、俺いろんな状況変わるでしょ、だから絶対大丈夫とか言うのは正直言って難しいのよ、だからその時に聞いてくれたら、何ヶ月以内にやるんだったか言ってくれればある程度計算できるんだけどね、だからその計算できるかできないかが MMT の人はできない、私はできる、そこが違う。だからその自民党のね、平場で、僕は副大臣だから出てなかったけど、自民党の平場でも随分 MMT って盛り上がっててね、それでこれがね、そう不毛だなと思うのは、財務省 OB のその重鎮の国会議員の先生と MMT 論者の若手の先生が議論してるから、なんか両極端なんだよね、話聞いてると。だから私は財政の方のことをバランスシートを作ってちゃんと把握して、でバランスシートっていうのは連結って言ってね、なんかグループ決算ベースでちゃんとバランスシート作って、これはこのくらいの国債だったら大丈夫ですよ、そういう言い方をする。でもちろん日本銀行はたくさん買うとバランスシート悪くならないんだけど、インフレ率が高い、だからインフレ率が高くなるかどうか、あと本当に日本銀行が買わないと債務額がネットのね、資産を引いたネットの債務額が増えちゃうもダメ、だからその両者、インフレ率とそのネットの債務額っていう2つから見て、このくらいは大丈夫です、そういうふうに計算してるいつも。よくね、MMT の方々がおっしゃるのはね、その自国通貨建ての国債を国内で消化をしている分には、全然大丈夫なんだと、いくらやっても、それでどうもそれは高橋さんがそう言ってるんだから大丈夫だっていう、それはね、実はね、財務省に私がいた時に2000年の頭の頃なんだけど、格付け機関っていうのがすんげえいい加減なこと言って、スタンダードプアーズとかなんだか、なんかアメリカのボツワナよりかよりも悪いって言われて、格付けを悪くした時期ね、あまりにひどいんじゃない、ちょっとそれで呼びつけて嘘言うなと言ったわけ、それで嘘言うなって言ったんだけど、まあ相変わらず言うわけね、それじゃしょうがないって言うんで、この財務省が格付け機関、外国のね、格付け機関に対する意見を出すっていうことをやったわけ、その中にそういう文があって、自国通貨建ての自国通貨建ての、まあ、先進国ではね、自国通貨建ての国債を破綻することはない、ないって書いたんだ、でもこれはポイント、先進国ではって書いてある、先進国の定義、うまい経済運営して破綻することがない国を言うわけ、だからこの自国通貨建てだから無条件になんとかなんないっていうのは
ないの。だから先進国っていうと定義きて役人らしいでしょ。先進国の定義をまず作って、先進国はうまい経済運営をして、さっき言ったインフレ目標とかバランスシートの話でうまく経済運営して、そういう国は破綻することはない。だからその一部だけね、知らない人が言ってるだけで、だから今の高橋さんの話は簡単に訳すと、財政破綻をしない国、しないのが先進国は財政破綻しないって言ってる。そう、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 言ってるだけ。それはね、またあのね、役人だからね、そういうことも言いました。いや、だからね、僕なんかも、まあ私は経営者なんで、やっぱりその短式簿記とか単年度とか、すごい違和感感じるし、やっぱり資金繰りが大事だし、ただ民間と国は違うから、で、民間はやっぱり手形を落とせるか落とせないかとか、銀行が金貸してくれるか貸してくれないかだけど、まあ国はやっぱり国債で、で国債の信用とか金利だっていうふうにまあ思ってるので、であとはまあその政府と日銀が連結決算すれば、そのね、あの借り方貸し方が相殺されるっていうのもよく分かるんです。だからなんかやっぱりすごい、なんか MMT のその MMT の人まず ね違和感があった。連結決算の話はあんまり言わない、得意じゃないから。ああ、そうなんですか。だからあの連結決算のあれはバランスシート作った私ですからね、あの日本国で一番最初に。そうですね、だからそれをあの世界中でやってるから、それがどういうふうになったら財政が危なくなるってあれは分かるわけ。だからこういうふうに数字を持って言うか言わないかの差なの。あ、なるほど、ね。それで MMT の人はそれでなんか自国通貨建てはどうのこうのって言ってたんだけど、実は最初ね、私がそれを書いたって知らないって得意げに言ってたわけ。ああ、だから書いた高橋さんに言ってたっけ。そう、私がこれ、私が書いたんだよってびっくりしちゃって、 MMT 言ってる人がMMT ロンジャーの一人なんで、藤井言ってんだけどね、彼があれ俺書いたんだけどって言ったら、とか言ってね、さもね、自分なんか知ってるように書いたんだけど、でもあれ本当は意味ねえんだけどって言っちゃったら、もう彼はその後言わなくなったね。あれ藤井さん、確かに100兆円使うと GDP が800兆円になるとか、まあ、あの彼らの計算は、あのあんまり信じない。計算でそれどういう計算なんですかって言ったら、私専門家じゃないんで分かりません。そうそう、正直言って、だからあの彼はあんまり計算できないんだよ、正直。なるほど。だからね、それでなんか自国通貨建ては大丈夫だって言ってるのを、なんかどっかの権威のあるように言ったんだけど、あれは意味のない表現で、私が書いたんだけどって言ったらすごいびっくりしてた。だからもう財務省も認めてるってよく言うんだけど、まあ、それはどっちかというと高橋さんがわざと書いた、わざとそういうふうにトートロジーみたいな、うん、それ書いて煙に巻いたっていう、それははっきり言ってあの格付け機関をおちょくっただけなんだよ。だ格付け機関に対する意見だから、おちょくったって別にいいでしょ、向こうだもういいよいいよ。いやでもそのね、おちょくった文章をなんか協議のど真ん中に持ってきてるから、ね、あれはね、外国の格付け機関に対する意見だから、うん、わざとおちょくって、まあまあね、いやだから僕がね今持ってるのは、そういうことだったんだね。コロナになって、その財務省のもうなんていうのかな、本当に短式簿記のね、うん、その付加価値を生み出すとかそういう発想がない中での財政再建っていう議論も違うし、うん、MMT っていうのもちょっと もう全然、うんうん、あのこれね、だって自民党の僕ら政策作ってる人間みんなコミットしたら、ちょっと国の信用というかレピテーションに関わるんで、確かに、ね、確かにね、でもその真ん中にある、ね、仕組みをちゃんと、うん、まあ、計算式もあって、うんうん、それをやっぱりちゃんと国として認識し直さないと、うん、毎回このなんていうの、不毛な、不毛な議論をするっていう。今の政権はね、あの菅さんなんかはね、うん、私にいろいろ話聞いてくるから、うん、こういう話いくわけですよ。それとあとね、あの自民党もね、あの政調会長の下村博文さんは、うん、実は私の選挙区だからよく電話をしてる。ローカルだ、ローカルだ。ローカルな話だけど、まあこれ政治家だったら分かるでしょ。私は地元にずっといて ね、あの要するにあの小学校、中学校も地元だから、知り合い多いんで、票持ってるんだよ、おそらく。どう思ってるからね。だってそれは地元だもん。それ親戚もずっとたくさんいるし。うん、なるほどね、私別にその票固めしてるわけじゃないんだけど、まああの下村さんから見たら高橋さんはね、あの下村さんってね群馬の人だから板橋後から来てるから、うん、私なんかずっと昔から板橋だからさ、私はやっぱり古いんだよ。だからその今のね、その経済財政諮問会議ってわざわざ復活させたのに、うん、この我々が野党から与党になった時に、うん、だって小泉純一郎さんの時は経済財政諮問会議、うん、よく機能したでしょ。あれがまあコントロールか、それで野党になった時に民主党政権やめたんですよ、うんうん、でその中で実は野党自民党の中で、うん、経済財政諮問会議を復活させるべきだ、
マクロ経済の司令塔を作るべきだってずっと言ってたのは私なんですよ、実は。それでただその時にはいろんな意見があって、まあ、小泉改革賛成の人もいたけど反対の人もいたみたいな話で、経済財政諮問会議って名前はどうなのかねって、当時はね、茂木さんが政調会長、それでも、まあ、茂木さんからその後甘利さんになったかな、まあ、で甘利さんの時に復活ってなったんですよ。でなったんだけど、この8年間例えば僕はあのなんていうの、軽減税率僕は反対なんで、給付すりゃいいじゃんと、これからデジタルガバメントなんだからって僕は思ってるんだけど、そういう議論もなんか経済財政諮問会議でしてる様子もないし、今みたいなね本当に財務省の考え方 MMT とかこんだけ混乱してるのに言わないね、経済財政諮問会議、いやいや本来これ世界のスタンダードは今これですよねって、僕は経済財政諮問会議の役割だと思うんだけど、一回だからそういうのあったから、あのアメリカのスティグリッツっていうノーベル経済学賞を呼んで、そこで話してもらったんだけど、私はありましたね、ありましたね、あれはでもね同じこと言って、私さっき言った同じこと言って、バランスシート見て、あのインフレ目標までは大丈夫と同じこと言ってるんだけど、それを実は彼英語だよね、それで日本語で説明しないんだよ、これは財務省はしないんだよ、だからねその英語できちんと言ってるんだけど資料もあるんだよね、それなのに日本語ではきちんとあのまあ、外に言ってないと。でだから安倍さんなんかもそれ聞いてて、あの、まあ、高橋さんと同じこと言ってたって言うんだけどね、それが外に伝わらないんだよ。すごく不思議なの、ノーベル経済学賞の人を呼んで、ね、ありましたよね、言ってるんだよ、ね、それで同じこと言ってるんだよ。どういうふうに言ってるかっていうと、バランスシート見て債務が大きいんだけど日銀の分はキャンセルアウト、キャンセレーション、要するに差し引いていって、そういう意味を言ってるわけ、きちんと言ってるんだよ。あれ確か消費税増税先送りのちょっと手前で議論して、世界の有識者から意見聞くってやつですよね。だからクルグマンなんかも同じこと言ってるんだけど、みんなあのだからクルグマンはここまではっきり言ってないんだけど、スティグリッツは私と全く同じようなこと言ってて、それなのに実はそれが新聞報道がまずないの。それは英語で日本語に訳して誰かが説明しないとないんだけど、レクしないとないんだけど、それはレクしてないんだよ。だからすんごいもったいないんだよね。せっかくねノーベル経済学賞の人呼んで、いい人呼んでんのに、それで話ちゃんと聞いてんのに、それをちゃんとやらないね。なるほど。いやもったいないよ。まあでも菅さんはまあ対ラフォーラムでも言いましたけど、高橋洋一さんなんかと電話してくるんでしょうから、まあ、安倍総理もそうだったと思いますけど、だから菅さんもほら安倍さんの継承するって言ってるでしょ。そうですよね。だからこれはもう知ってますよ、はっきり言えば。だからあの要するに財政はあの財務省は将来世代の負担、コロナの話負担だっていうけど、それはないってことは知ってますよ。だからでただどうやって意思決定するかまで私分かんないね。まあ、だから経済財政諮問会議をちゃんと起動させた方がいいよね。それ前から言ってるよね。ちょっと機能不全だよね、誰が親方は聞いちゃいけないんだよね。ね、まあ、ね、聞いちゃいけないんだよ。ちゃんと動かしたらいいと思いますよ。多分ね、でも麻生さん、麻生さんはね、言っちゃうし、私のね、あれはね、印象はね、あのね、結構記者会見を見てると、私の言ってる中身は理解している、ただし、はいはいはい、財務省の親分だから、親分という気持ちがすごく強くて、財務省のやつで、ね、子分に恥をかかせにくいなという、そんな感じ。さすが任侠の感じだね。任侠の世界だな。任侠の世界だと思うよ、私は。エスタブリッシュメントだけど、あのこれは、ね、心意気はそうだ、心意気はね、やっぱりね、財務省の子分をおもんぱかんなきゃいけないなと思ってる。まあまあそうだね、親方としてはね。親方としてはね。それだけど大きな判断の時にはまああの財政負担がないってことは知っている、と私は思うよ。だからあの麻生さんもあれだよね、あの親方をでないなくしたらすっきりすると思うけどね、親方だな今とかね。そうね、やっぱり自分が負けちゃいけない。第二部会でこれ入ってんだね、金融デフレだって。だから第一と第二はね、前はなかったんですよ。なかったよね。だからまた入れ替わってたんだよね。ただあのマクロ経済とかと日銀なんかもうちだったから、だから今日銀もうちだと思うんだよね。あのね、日銀はね、実はね、もう黒田さんっていうのも財務省のコテコテなんだけど、まあね、あれはあのね、
説得するの簡単でね、うんうんうん、あそうなの簡単だよ。だから安倍さんもよくやってたんだけど、うんうんうん、経済を説明してくれって言って飯に来いって言うんだよ、うん、飯官邸で出すんだよね、うんうん、それで差しで来いって一人で来いって言うんだよ、うん、そうするとね一人で来るんだよ、うん、そういう時に安倍さん肩も見してお芝居なんだよ、うん、本当俺聞いたこと見たことないよ見たことないけど二人で話してるんだからそうでしょう、うん、なるほどね、うん、だからそれはね菅さんも多分同じだと思う。この間飯食ってたの。あそうですか、うん、そうですか。すぐね呼んでた。だから、うん、ね、日銀総裁なんてね、飯食おうって言ったらすぐカーって来るから。来るよ。総理に言われてね、行かない人いないって。まあまあそりゃそうだよ。あんなを愛して、予定が入ったって来るよ。みんな来るよ。でね、2人で話して、まあコンとやられたら大体終わりなんだよ。総理に言われたら。まあまあそんなもんだよ。だからそれはちゃんと言うこと聞いてくれると思うよ。うん、でちょっとただしさ、自分がパワーが、ね、小泉さんの時もそうだったんだけど、パワーがなくなると末期で ね、 あなるほどね、結構バカにするんだよ、日銀は。バカに結構するの、はい、そうですか。もう最後だと思うと。であと小泉さん自身は実は金融政策についてよく分かってなかったし、うんうん、何回説明しても分かんなかったんで、あ、まあ、竹中さんがやってて、うん、竹中さんがやってると小泉さんのパワーがなくなると、もう日銀の方はもう適当にやる。なるほどね、なるほどね、結構そのあたりはね、土台だからね。はい、うん、じゃあこれあれですね、菅政権で勢いあるうちにさっきの財務省の e-tax の給付のところでね、うんうん、ちょっと言ってみたら、うん、その生態系を一気にやんないと財務省また、だから別に、いや素晴らしい、ね、素晴らしい、コピーしなくてもいいけど、多分給付について徴収と同じシステムで全省庁1個でやると、うん、こういうコンセプトだったら、うんうん、要するにeTaxひっくり返すのが一番簡単なんだよね。いやいや、それはやってやっぱり同じシステムで全省庁一緒、うん、それでいろんな自治体もあるでしょ、うん、それも全部同じシステムですか。ああ、そうだね、そうすると様式が同じです、OK、だ。それでね、そのページに、ね、給付のね、一覧ページがわーっと出てくるんだよ。これはここここここってそこに入れると、そこにチェック入れるとね、それでね、本当にリンク飛ばすとね、様式違うから結構面倒くさいんだけど、うん、同じシステムを使えって言えばいい。そこがだって問題の一個ではあるよね。そうそうそう、レイヤーがね、レイヤーが、うん、全部同じシステムでできるから、だからそれがもうまず肝なんですよ、うん、でも確かに e-tax も積み重ねがあるからね、うん、今まで信頼性はある、信頼性がある、本人確認とかね、なりすましのね、チェックする信頼性はある。いやだから本当デジガバやってる時にやっぱり財務省最後なんだよな、出てくるっていうか、だから、うん、実は一番最初、ね、一番最初なんだね。お金を取るときに一番最初なんだ。お金を出すときに一番最初。出すのはよそに任せて、そうそう、うまくいかないだろう、ほらっていうのね。でも全国で自分でお金を取るときはさっとやるんだよ。なるほど、はい、いやいや勉強になりました。いや素晴らしい。ありがとうございました。ということで、あっという間の1時間以上になってしまいました。すいません、いやいやいや、これからちょっと、まあ、一杯やって飯でも食いましょうやね。はい、ということで、長時間のお付き合い皆さんありがとうございました。本当に今日はコメントで神回だと、これはすごいとああいうことで皆さん喜んでいただきました。本当にありがとうございます。分かる人に言わないとしょうがない。そうね、だから、文化人もそういうけど正直って言わなかった、うん、だから高橋さん来てここにまたね、ね、それで今度分かる人は言ってもいいけど、今度は これプラスここに木原誠二っていうのを置いときますんで、うん、分かる人がいればいいんだよ。分かんない人に言っていくら言ってもネコに拒んでしょな。それは俺コメントできないけど、はい、はい、ということでまた来週火曜日に、お送りします。本日お付き合いありがとうございました。バイバイ。